ダイハツテリオストヨタキャミキャミはかつてダイハツ工業が1999年4月から2005年11月まで製造し、トヨタ自動車が1999年5月から2006年1月まで販売していた小型 SUV である。ダイハツ工業からテリオスの OEM を受けて販売していた車種である。コンパクトなボディながら4ドア横開きのバックドアを備え、 駆動系は縦置き FR ベースのフルタイム 4WD となっている。トランスミッションは5速 MT と4速 AT。年代により、ステアリングホイールや、シフトノブに抗菌加工を施したものや、フロントドアに UV カットガラスを採用したものがある。トヨペット店の扱いであるが、大阪府でのみ、トヨタ店で販売された。本家のテリオスより、多くの台数が販売されている。 一度もフルモデルチェンジを行うことなく2006年に終売し、後継者のラッシュが登場している。名前はカジュアルミニの略でキャミになったもの。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第46号23ページより、ミスヤンマが2000グランプリ決定。河村明、わーい。私の亀が、週刊ヤングマガジン2000年18号、後段車。 2000年4月17日16から17ページ2019年7月26日閲覧ありがとうございます。